ネギ前です。はい、というわけで届きました。じゃん。最近よく服買いがちなグレイル、先日動画でもアウターを買いましたって言ってたんですけど、ようやく届きました。なんかね、ちょうど私が予約した時が予約殺到してる時期だったみたいで、2週間弱ほどね時間がかかったんですけど、ようやく届きました。で、アウターを実は3着買ったんですけど、そのうちの1着が12月中旬の発送になるみたいで、今回紹介するの2着だけなんですけど、早速紹介していこうと思います。でね、その届いた2着っていうのが結構カラーが同系色っていうか似たような感じのものが届いて、まずこれが2399円のコートです。私はピンクっていうカラーを購入しました。最初ちょっとすごい着た時に静電気来そうで怖いけど、だってこういうコート普通のお店で買ったらもう1万円弱ぐらいとかするから、3000円もしないし、こんな感じのちょっと長めのカラー、後で着用します。前ボタンついてて、後ろはね何もリボンとかもないやつで、その12月に届く方のコートはマダムっぽいリボンとかがついてるんですよ。それも届き次第インスタとかツイッターかどうかかどこかしらで紹介します。ちゃんと替えのボタンがある。まあこれが1着目で、次2着目もこんな感じ、なんとなく似たようなモカっぽい、こっちの方が高くて2799円で、私が買ったカラーがモカ。こっちのコートは長めなんですけど、これは短めです。結構ね短いんですよ。前に私ユニクロで買ったフリースも割とまあそんな長くなくて使いやすかったんですけど、こっちの方がだいぶ短いので、長いスカートとかズボンと合わせやすいってことで、早速着ていきます。私身長が 158.4cm で、今回両方ともコートがフリーサイズになってます。内側のね素材はこんな感じで、すごいあったかい、リバーシブルっていうわけではないと思うんですよ。こっち側はね全部こんな感じ、だいぶモコモコ、リュックとかとは合わせにくいかも、結構ふわふわしてるし、ここにねボリュームがあるんで、前はボタンが2つあります。後ろここね立てるとあったかいけど、だいぶねここ柄空きになるから、マフラー必須だけど、これにマフラー合わせると結構ごわつきはすごいことになるかも。ここがなんかうまいことボタンのせいでうまいことここがね綺麗に広がりにくい。ちょっと外に出て風に当たらないとわからないけど、めっちゃねあったかいですこれ。意外とここを触ってみたらそんなに厚さがなかったから、ここはそんなゴワゴワしてない。ここの生地がダボーとしてるから、それでモコモコに見えるのかも。意外と着てみた感じは動きにくいとかはなくて、腕とかも意外とスッキリしてます。今ね長めのスカートと合わせてるけど、これちょうどいいかもしれないです。ロングスカートに中途半端なここら辺のコートとか合わせると変になるけど、これだったらね何でも合わせやすいと思います。後ろこんな感じ。じゃあ次長めのコートなので、このアングルのままこれもねボタン、こっちはだいぶね着やすい、すっきりとこうストンとなります。これはだいぶ着やすい、私結構撫で型なんですけど強調はされますね。それはもう仕方ない、骨格のせいで。ボタンが左側が下に来るんですけど、ここにボタンまず1個止めるところがあって、どういう向きでやればいいんやろ、こういう向きちゃうな、違うな、このシステムやりづらい、パチってやるのが良かった。こうやってちょっと止めて、で次前にくれる分はボタン2つここ止めれます。こんな感じ、ちょっと長くて映りにくいな、思ってた以上にね長さありました。私今下にこの履いてたレオパードのスカートは GU でね買った、何回も動画で紹介してるやつなんですけど、それがちょうど隠れるかなぐらいの長さ。このコート着るんだったらちょっとだけ短めっていうか、まあ膝よりちょっと下ぐらいのスカート履いてもふくらはぎは隠してくれるから、そういうスカート履けるかも。私も本当に膝下を出したくない人間なんですよ。締めるとねこんな感じストンってなります。肩がこうしっかりとある人羨ましい。撫で肩ってね、肩はないように見えて肩幅はあるんですよ、この落ちてる分。肩幅すごい広くて、後ろこんな感じです。後ろのこの下裾の部分は切り込みとかもなくて、見えてるかな、ひらっとこう広がらないタイプ。前外してみると、この内側のボタンがやりにくい、こんな感じかな。これ結構いい、すっきりする。私ショルダーバッグ、今日はこの襟がひらひらしてるやつだからすごい見えがちだけど、トレーナーとか着てもね余裕があるぐらいいい感じの大きさ、ダボダボしすぎてないし、ピチッともしないし。前これ開けてた方がいいかな、どうやろう、まあ、でもどっちにしても着やすいと思います。
撫で方じゃないけど肩幅広いって方もこのね襟が結構大きめだからねそこもカバーしてくれると思います。撫で方じゃなくて普通に肩幅が狭い骨格のいい感じの女の子ってすごいいいなって毎回思う。肩幅広いし撫で方やし、かけてみたらこんな感じ。ちょっとさっきのコートに合わせたいかもこのカバン。はい、というわけで肩からかけるとこんな感じ。別にね背負うのに支障はない。ボタン位置を締めといてかけてみよう。かけるときね結構ここら辺が渋滞起こる、ゴワゴワの。そんな頻繁にこうカバンを下ろすとかコートを脱ぐってことがなかったら別にかけといてもいいかも。ここやっぱりね縫い方っていうかボタンの位置的にこれはどうにもならないっぽい。ちょうどこの折り曲げる部分にボタンがあるんですよ。だからここがねちょっとどうしたらいいのか、まあ、かけるよりかは私はこのコートだったら肩にかけるかな。結構ゴワゴワなるから。でもこのコートの長さすごいいい。はい、というわけでやっぱりこっちのねこの縫い目の部分はあれかなっていう感じだったんですけど、すごいねコート両方とも安いし可愛い。こっち今着てた方がちょっとだけ高くて2799円、もう一個のこっちのね長い方のコートが2399円。普通のとこだったらその6000円でも買えないぐらいのコートとかたくさんあるんで、ね、学生さんに限らずね普通に20代とかでも着れるようなコートなので皆さんぜひ探してください。で今からアニメイト行くんですけど、ちょうどこのねコート着ていこうかなと思います。ユニクロのフリースもねすごい良かったんですけど、最近あればっかり着すぎててちょっと違うコート着たかったのでようやく届いてよかった。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。毎度ー。ずっとヒートテック見えてた。